ready? Fight it out! You're here, right? Okay, next one. Let's go!
けんどな。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。いかん。あなた。おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですね。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど、いい機会です。ここで全員が始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様。我々もお手伝いいたします。リクーム。変わらずというか、なんというか。なあクリリン、あれ意味あんか。ま、まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか。いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね。21号は人間を捕食することで戦闘力を増強。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。
そういうことなら21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおらあなたたちにやられるつもりはありません。逃げるつもりかフリーザー。フリーザー、お任せください。グルド、金縛りの術だ。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙を突かれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず爪が甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝てただけじゃない。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより21号に逃げられてからずいぶん時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。タカルット、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。ちっ、おいおい、喧嘩すんなって。それによ、ベジータ、おめえがフリーザにやられそうになったとき守ってくれたのはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああそうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと。はは、確かに気持ち悪いな。なあみんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむをえん、今回だけだからな。
はリンクなしに戦えない。知らないやつを体に入れるなんて嫌だぜ。そんなことしなくても俺たちフュージョンすれば戦えるって、ま、うん、トランクス君、僕たちの力見せてあげようよ。よし、行くぜ。うん、フュージョン、はい。ただろう、今のお前たちはリンクなしでは武空術すら使えないはずだ。そんなわけないだろ。武空術、武空術、いけ、ピッコロさん。無駄だ、リンクを受け入れろ。ちゃんと姿を見るのは初めてだが、これがあのフリーザなのか。そこの地球人、私の凄さを理解しているようですね。ヤミちゃん、フリーザの本当の力、こんなもんじゃねえんだぜ。あいつが本気出すと、スーパーサイヤ人みてえに全身が金ピカになんだ。あなたたちサイヤ人、同じにしないでください。心外です。そうだぞ、悟空、失礼なこと言うんじゃない。スーパーサイヤ人以外にも金色のものはたくさんあるだろう。金メダルとかチャンピオンベルトとか、金色といえば
あらゆる戦士の気をかき集めたような。戦士の気を